こう両手取り。これで相手は肩が詰まって、ね、無力化しています。このまま普通はね、こうもうどこにでも連れていくような状態なんだけども、これをまあそーっと外していって、ね、そうすれば絡みます。相手の両手取りをまずは詰めます。詰めたら自分の手で動かしてるんじゃなくて、さっきね、手で動かしてるように見えたかもしれないけど、腰をしっかり使ってるんです。で、自分の手の中に入れていきます。手首、片手だけで巻いて詰まりますから、それを、この、上に取ってる、この2箇所に取ってるこの手をね、こちら側に入って、中心で取っていきます。いいですか。で、これで、詰めていくんだけど、ね、これを、こういうふうに取ると、詰まらないんです。ほら、相手抜けたでしょ。ね、体の中心から、操作が外れていくと、相手の力はかかっていきません。今のでいけば、取られたら、体の真ん中で取って、取ったら、丁寧に自分の体の真ん中に、接点を持ってきます。いいですか。ね。はい。で、肩が詰まって、今肩が詰まってるのを確認してください。で、ここもギュッとは持ってないです。軽く挟んでるだけ。相手のね、これは3箇所に取ってる形ですけれども、これと、あとはこの手首のところも、相手が掴んでくれてます。というのは、ここが柔らかいから。親指の、付け根、ね、手刀で言うと、峰のところ。峰で、ピタッとこう相手を引きつけて。で、このままそーっと下ろしましょう。ね。自分の腰に乗せたまま下ろしていって、これを、ね、受け身は取れませんので、そーっとこの肩がこっちへ落ちるように、はい、下ろして上げてください。バターンと投げないで、まあ投げるやり方もありますけど、ね、相手の体を自分の体から中心から外れたところで操作するのはやめてください。自分の体を丁寧に持っていって掘ります。柔らかく自分の体の真ん中で、ね、これこちらとこちら今ちょっと。真ん中から外れているように見えるかもしれませんけど、もともとはここにあったんです。でそれが同じように開いていくから詰まっていきます。いいですね。はい、じゃあ続きましょう。こっちで取ったでしょ、はい、こっちで取ったからこれをスッとこう入れていきます。そう、下を2箇所に取ります。2箇所に取ったらギュッと、これで腰でグッと詰めてください。そう、でこれで片手でも相手は肩が詰められている状態、この状態からこっちへ入ります。で、ここを3箇所に取り替えます。そうです。3箇所に取り替えます。ここ持たしたままね。持たしたまま。で、そのままこれをスッと出すから、そうそうそう。下からスーッとここ行くと、詰まっていきます。そうそうそう。分かった。ちょっと分かりづらい。肩を詰めるっていうのはそういうことじゃ。小指が大事。これで今これで腰がこうなって、ね、一回これで腰をパッと詰めてみてください。そう、それで詰まったね。そのままこの状態でこの腰は動くんだよ。動くんだけどこの相手を攻めている感覚は維持したままこっちに入って。そう。うん、で3箇所に取ったら、うん、3箇所に取ったらスッと。そう、うんうんうん、そうそうそう。
うん、これがまた小指がちょっとここや、もっとここや、ここ、はい、そこが地球上に地球上に戻って、これも違う手刀でパッと、そう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 、これパッと、いや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 、こんな感じ、これをそっと運んで、こっちですよ。これが、はい。乗りました。だからこれだけでちょっと乗らないなと思ったらもっと緩めてあげて、こう。さっきもね、硬くなってぶつかったなと思ったらすっと緩めてあげるとまた乗ってくれますので、一回でダメな時はそうやってぶつかったら抜く。うん、どこかというとね、止めてこの辺ぐらいまでみんなできてるんですよ。この次がね、やっぱり私の手だけでやってるの。だからやっぱりこの、なんていうかな、相手の体が浮かないまま、浮かないというか、無力化しないまま、結構これ足が生きてるから、ね、膝蹴りが来ようと思ったらされてしまいます。これではなかなか難しい。なんでこうなるかというと、やっぱり手でやってるんです。これ手刀やということを言いました。これね、峰を使って、これは三ヶ条でね、もちろん三ヶ条ね、手刀を使ってますけども、この時に手だけでやってもなかなか動かへん。これは、こっちの腰で、この手刀を。こっちの腰でこの峰を使ってるんですよ。腰を使ってるかどうか、相手の攻撃線を外して自分の中心で取って、それで次はこの手刀で相手を攻めるの。手で手刀で攻めるということは、手で攻めてるんじゃなくて腰でパッとこう攻めています。いいですか、この腰を使ってるの。この腰がしっかり相手をパッと向いてる。これで相手はね、きついよね。これを緩めたらもう楽になる。で、また詰めたら。腰を使うか使わないかでこんだけ違いが出てきます。手でやらずにちょっと一回腰をやってみてください。それでね、さっきちょっと美香子ちゃんね、面白かったんですけども、やってね、面白かった。ここで、ここまですごくうまくできてたの。でもやっぱりここでね、森木さん大きいから、ガッと引っかかってしまう。だからなかなかその先行かないんです。引っかかったら一生懸命こう手でワッと持ち上げようとするんだけど、その時抜くねん。ね、今僕が抜いたら相手の体もからもスッと力抜けた。もうそこをポッとまた乗せ返す。抜ければ乗りますから。そして腰を使ってください。押しすぎ。今手がこういうふうにいってますから、むしろパッ前へ出るぐらいの感じ。今レイコさんちょっと体がこっちへ相手の方に引き寄せられてしまいますので、相手を自分に引き寄せます。そう、パッと腰に乗せていく。そうそうそう、相手を乗せますよ、自分の腰に。両手が均等に開いていくことが大事です。うん、胸張りましょうか。で、今手を引っ張ろうとされてるんですよ。大事なことは相手の体をすねてそれを乗せること。そう、これです。大丈夫かね。これなんでここが上がるんですかね、先生。肩をね、僕は回してないからね。肩を相手にパッとこう詰めてるんです。詰めてるというか、手刀を相手の方に刃を向けてるんで、これをスッとこうすることで、これも腰を使ってるんです。入るので、ここでぐーっと攻めながらこう、落ちない、ね、これで腰を抜くと腰抜きますよ。腰ポンと。この感覚が次の肩にちょっとつながってきますので、そうそう。なるほど。はい。はい。はい。